藤井文也、1962年7月11日体は、日本のミュージシャン、俳優、元チェッカーズのリードボーカル、福岡県久留米市出身。所属事務所は、ヤマハ音楽振興会、スリーイースタープロを経て、現在は、個人事務所の株式会社、FFM。弟は、元チェッカーズのサックスプレイヤーで、ミュージシャンの藤井直行。長男は、 富士テレビアナウンサーの藤井博士明。都市駅長などを歴任した国鉄職員の父と美容師の母のもとに第一、市として出生。中学生の頃、キャロルに出会い音楽を始める。久留米市立美奈美地区高等学校を卒業後、日本国有鉄道文字鉄道管理局に就職し、都市駅で半年間の見習い期間の後、背景機構内係として貨物列車の走車。 入れ替え業務に従事、労働組合は国鉄労働組合に所属した。国鉄退職後の1983年にチェッカーズのリードボーカルとしてデビュー、数多くのヒットを飛ばした。歌唱力のみならず、外見や言動も注目され、彼の先進的なファッションを真似する若者が増加した。また、オリジナル作品をシングルとして発売した。 以降のほとんどの作詞を担当し、楽曲制作の中心的存在となった。1992年に、チェッカーズは、解散、翌1993年から、藤井文也を、藤井文也に改め、ソロ活動を開始した。解散当初、当時ロサンゼルス在住の屋敷、ゴータの誘いで渡米。同じくロス在住の鈴木健二に選んでもらい、ギブソンのギター、 B-25 を購入。これを用いて最初に作曲された曲が True Love である。同年リリースしたこの曲が240万枚。1996年リリースしたアナザーオリオンが120万枚を超えるセールスを記録。1993年から音楽活動と並行し時代に先駆けてパソコンで制作した CG 画を発表。 フューミルと名称で個展を開催したり、愛、地球博の名古屋市パビリオン、大地の塔をプロデュースしたりと幅広く活躍する。数多くのテレビドラマにも出演。楽曲提供は、サガ岩石の白い雲のようにや、ミーシャ、星空の片隅で、などがある。吉川ひなのハート型の涙をはじめとする4曲では、楽曲プロデュースも兼任。地域への協力も、 数多く、出身地の福岡県久留米市へ、久留米市か、ふるさとの囁ささきから新久留米市の歌の作曲、久留米市民カードのデザイン提供、福岡放送のロゴマーク作成、母校久留米南地区高校の制服デザインなどがある。また、地元福岡県のプロ野球球団福岡ソフトバンクホークスの応援歌、勝利の空へを生で歌うため、毎年開幕頃は、 試合観戦に福岡っぺいっドームを訪れている。なお、敗戦の場合は、観戦だけである。1997年10月1日、鹿児島県で初開局となったコミュニティ FM の鹿児島シティ FM の愛称、フレンズ FM762 はフミヤにより、名付けられた。フミヤはジングルにも登場し、俺の FM、君の FM、フレンズ FM762 とアナウンスしている。 そして、取締役にも就任している。長野オリンピック冬季大会のカウントダウン T シャツのデザインを手掛ける。1998年の大会当日までの残りの日数を刻んだ T シャツで、フミヤは500から401日前までのデザインを担当。2007年、第62回神宮式年仙宮の放散曲、陳樹の里を作詞、作曲したシングル。 君になるに収録。伊勢市に3日間滞在し、宇治橋のそばの伊鈴川の河原で作曲した。2008年12月31日、日本武道館で行われたカウントダウンライブで、チェッカーアッツ時代と F ブラッド名義、そしてソロを含む通算公演回数が、矢沢永吉と歴代1位体の102回になった。それを受け、 音楽を始めたきっかけがキャロルだったので、その矢沢さんと武道館のステージに立った回数が、並んだことはすごく光栄です、と語っている。2011年10月15日、セッティングサンサウンドフェスティバル in 奄美ボリューム2に出演。2013年7月、デビュー30周年ソロデビュー20周年を記念したシングル、青春を発表し、 2013年と2014年に大規模なアニバーサリーツアーを実施。2016年はアルバム、大人ロックを発表。同タイトルの全国ツアー及び武道館カウントダウンを行った。バンド編成でのライブ以外にも、フルオーケストラ公演の開催、放納コンサート、数々の野外公演への参加など様々な形で音楽活動を行っている。2017年は、 国際的に活躍している指揮者の西本智美と共にフルオーケストラ公演を行った。また F ブラッド結成20周年を記念し、アルバムポップンロールを発表し、全国ライブツアーを行った。2018年、プロデビューして35周年、ソロデビューしてから25周年のアニバーサリー。チェッカーズのデビュー日でもある9月21日にファンクラブ限定の FF メンバーズオンリー35イヤーズオブ FF が東京国際フォーラムホール A で行われた。同年9月22日の東京国際フォーラムホール A を皮切りに 35th ァイブスアニバーサリーツアー35イヤーズオブラブを25都道府県35公演を観光。2019年11月 YouTube に公式チャンネルを開設。血液型は A 型。 身長164.9センチメートル。久留米市立南地区高等学校卒業。2000年に母校、南地区高校の制服をデザインした。実定、直行と F ブラッドを結成し、時折楽曲リリースやライブ活動などを行っている。地元が福岡出身であることから、福岡ソフトバンクホークスのファン。そのことが縁で公式級なんかである。 勝利の空へを手掛けている。子供の頃から図工と美術だけ成績が良かったという。そのため、そっちの方向へ行くと思っていました。ちゃんと勉強をしていたら歌手の藤文也はいないと語っている。チェッカーズ時代にはチケットのイラストのデザインを担当したこともある。高校入学3日後に無期定学になったことがあるとミュージックフェアで発言した。料理が得意であり。 デビュー当時から料理の楽しさを発信し続けてきた芸能界の料理男子の先駆けでもある。プライベートで付き合いのある博多花丸曰く、港、港に好きな餃子があるほどの餃子好き。チェッカーズ時代の1985年くれ頃から1986年にかけてと F ブラッドとしてのシングル天国までの100マイル。 リリース時の2000年くれ頃にパーマをかけてカーリーヘアスタイルにしていた。日本武道館で行われる年越しライブでは国家君が用体天井に形容されている日照記にスポットライトを当てることが恒例となっている。私生活では1990年6月29日長年交際していた一般人女性と結婚クルメ水天宮で挙式し、 あとに一難かずめを設けた。長男は、フジテレビアナウンサーの藤井広志明。長男、広志輝のアナウンサー受験には当初は反対していた。サザンオールスターズを敬愛しており、2008年5月28日放送の1で、サザンの2009年以降の無期限活動休止についてコメントしていた。また1988年には、ミュージックステーションで、サザンが、 みんなの歌を披露した際は、チェッカーズとして、サザンと同じステージの上で共演したことがある。特に一番好きなサザンの楽曲として、しおりのテーマを挙げている。サザンのボーカルの桑田圭介に対しては、キング・オブ・ポップと称して崇めており、誰も叶なわないと思う。昨日、たまたまなんだけど、ラジオを聴いていたら、桑田さんの曲を何人かのアーティストが歌っていたのよ。 別に届いてこないんだよね。歌詞もメロディも。ところが、桑田さん本人が歌うと、ドーンってくるじゃん。やっぱり、すごいなと思い知らされたねと述べ敬意を払っている。2009年7月22日、21世紀最長の、回帰日食を見に行くため、薬島へ行く。半年前から計画して、万全の体制で行ったものの、曇りで直接見ることはできなかった。 また、薬島環境保全のための修繕費用として、売り上げの一部が寄付される、薬島 T シャツをデザインした。世界平和を願っており、2013年に発表された、夜明けの街には、そのようなメッセージが込められている。2014年のツアータイトルに、ヒット曲、トゥルーラブが使用されたのにちなみ、フミヤ自身のラブなものを聞かれた際には、愛国心が強いのでという理由で日本を、 家族やファンと並べてあげた。また別のインタビューでは世相について愛国心が薄れているかなと感じる時があります。海外からいつも評価される日本人の美徳が失われつつあります。道徳心を子供たちが自然に身につけることが大切なんです。世界に誇れるお国柄をしっかりと次世代の人々につなぎたいですねと憂う胸を語ったこともある。 木梨のりたけやヒロミと20代前半からの付き合いで、家族ぐるみの付き合いをしている。2015年6月3日から木梨、ヒロミとコラボレーションした、楽曲、ともよが配信されている。配信限定気絶するほど悩ましい、ザ・パーティー・リミックス・マイ・キャロル・ロックン・ロール・ウィドー、終わらないで、クリスマス・イブ、フミヤ・フジ・シンフォニック・コンサート、シンデレラ・ユキの花ツア・フジ・フミヤに関するカテゴリー。 ありがとうございます。